Hello, everybody. What's up? Welcome to Mika's channel. Today, I want to take two videos. The first video, I want to show you how to make carbonara Italian pasta. And the second video, I want to show you how to make meringue cookies. Because Italian pasta carbonara just use egg yolks. And meringue cookies just use egg whites. 皆さんこんにちは。私のチャンネルでようこそ。今日は私はね、2本のビデオを撮ります。で、1本目はイタリアンパスタのカルボナーラ。で、このカルボナーラは卵の黄身しか使いません。だから、今度は白身を使ってメレンゲクッキーを作ります。Today's carbonara is Italian style, so I don't use heavy cream. でね、今日のカルボナーラはイタリアンスタイルなので、生クリームを使いませんよ。OK? Ready? Go! OK, let's start. First, please boil spaghetti. This is a lot of boiled water and salt.And spaghetti, please boil. Please boil spaghetti al dente. Al dente is very important. Please make sure. まずね、スパゲティを茹でてください。アルデンテにしてくださいね。この後、またね、ちょっと火を通すので、アルデンテにします。はい、茹でていきます。茹でてましょう。はい、じゃあ次行きます。I wanna use the bacon cubes today. はい、今日はですね、キューブ状のベーコン、ね、サイズを使います。Okay? Place bacons in the frying pan over low heat. はい、ここでですね、ローヒートのフライパンに入れます。弱火のね、フライパンに入れましょう。Usually we don't use lard, but Japanese bacon is very healthy. So that's so fatty. I recommend to use lard. 日本のね、ベーコンは油が少ないんですよね。だから普通はしないんですけど、私はね、ここでラードを加えることをおすすめします。Next about eggs. はい、次はですね、卵の出番ですよ。Please separate eggs into white and yolk. 卵を黄身と白身に分けましょう。Now we just use yolk.今はね、黄身だけを使います。Today I use three eggs. 今日はね、卵を3個使います。And please keep egg white, okay? Egg white. ね、白身も取っておいてくださいね。Please add parmesan cheese and mix. パルメザンチーズを入れて、かき混ぜておきましょう。But if you can get pecorino cheese, pecorino cheese is better. もしね、ペコリーノチーズが手に入るようでしたら、ペコリーノチーズの方がいいんですよ。はい、これで準備万端です。Okay, now let me check the pasta. じゃあね、パスタどうかな見てみましょうね。Then it's very good. はい、ちょうどいい感じ。Now turn off the heat. じゃあ、火を止めます。ね、フライパンの火を止めて、パスタを入れます。And place pasta into this frying pan. And mix. はい、火を止めて、混ぜましょう。And please add egg sauce. で、ここでね、卵のソースを入れます。はい、これでね、火がね、様子を見て、卵ソースがもうもったりここでしてれば、これでおしまいです。
はい、では最後に The last place spring parmesan cheese、 はい、最後にパルメザンチーズを振って and pepper、 あとペッパーをね、振っておしまいです。で、あのカルボナーラの意味ってあの炭っていう意味らしいんですね。で、このね最後のこのパスタにかかってる胡椒が炭みたいだからカルボナーラっていうそうですよ。 OK Let me try。 はい、じゃあねちょっと食べてみましょうね。はい、いただきます。ベーコンとパスタと一緒に食べていきたいと思います。It's pretty tasty。 あのすごく美味しいですよ。ヤミー、あの生クリームを入れるのも美味しいんですけど、これこのね卵の黄身だけっていうのもねとっても美味しいです。最後ね、あのフライパンの火を止めてから卵の黄身を入れるのがポイントですね。very good。 すごくいい。 OK Thank you for watching this video today。 はい、今日はこの動画を見ていただいてどうもありがとうございます。で、この動画の続きすぐ白身を使ってね、卵の白身を使ってメレンゲクッキーを作ります。メレンゲクッキーを作りますので引き続き見てくださいね。で、お料理とかお菓子で、ね、卵の黄身だけを使うことが結構あるんですけれども、決して白身は捨てないでくださいね。 OK、 じゃあ次のメレンゲクッキーの動画で会いましょう。 OK、 See you next time。 Bye。 バイバイ。